はい、こんにちは、ヒトです。今日はね、久々に商品紹介をしたいと思います。今日はね、自転車です。自転車に使えるアイテムを紹介します。ということで、今日紹介するアイテムはこちらになります。今日紹介するアイテムはこちらですね。このグリフェイのスマートフォンホルダーですね。スマートフォンホルダーを紹介したいと思います。箱は小さいんですけど、結構ね、中身がいろいろ入っております。こちらがね、ハンドルにつけるホルダー部分ですね。で、これはホルダーですね。でですね、こちらにね、パッドが3つですね。3つパッドが入っております。これね、ギュッと開いて、それでこれでロックすると固定されると。これね、結構ね、強いです。だからこれは結構ホールドするんじゃないかな。でですね、ちょっと隙間があるもんで、この後ろにね、パッドを貼るという感じですね。で、ハンドルホルダー、このね、ハンドルにつけるところはですね、こんな感じで、これですね、サイズに合わせてつけれるラバーが付属されております。3つですね、3つ付属されております。この感じで、装着します。ネジがあるで、本当こうの方がいい。自分的にで、ね、取扱説明書はこのね、英語で記載されてるものだけなんですけどね。ただね、単純ですので、ね、簡単につくと思います。じゃあね、自分これパッドを貼りたいと思います。でね、パッとよいしょ。こんな感じでね、装着しました。じゃあね、これからね、自転車につけてね、ちょっと走ってみたいと思います。グリフィーですね、グリフェイのスマホホルダーをね、ダホンのね、ヒットにつけてみたいと思います。これもね、サイズがね、22.2 と同じだと思いますので、これ3つですね。3つでぴったり合うのかなと思っております。じゃあね、ガッとしてピッと。こんな感じで。真ん中の方がいいかな。真ん中はちょっと太いんだよね、これ。ちょっと太いから、ここら辺にしようかな。まあ、ダホンのとこね、ここがちょっと太いでね、細いとこだったら 22.2 だけど、こう太いとこだったら多分ね、2つぐらいでいけるのかな。まあ今日はここにつけたいと思います。はい、じゃあね、実際にね、走っていきたいと思います。よいしょ。よし。
じゃあスタート。いいね、これいいじゃないですか。よいしょ。よいしょ。はい、ということでね、今日はねグリフェイのこちらねスマートフォンホルダーをダホンのヒットにつけてみたんですけどね、結構いいです。これもうこいつに決定かな、もうデコボコ道を走ってもね全然使えるもんでね、これはいいと思います。それでこれめちゃめちゃまあ安い方だもんで、サイクリングのね、要はバイク用とあと自転車用にはこれがいいと思います。まあバイクはちょっと振動があるかもしれないですけども、自転車とも全然いいと思います。それとね、オフクーポン券がありますので、ぜひこのオフクーポン券を使ってゲットしてください。それではご視聴ありがとうございました。はい、これいいわ、こんな感じでね、硬いんだけどね、こうやればいけるね。